まあ、あの党の場合はこう試合の時間なんかも出場タイムなんかも増やしながら、ええ、最近見てるとこう結構自信持ちながらプレーしてるなっていう印象を受けますね、はい、その遠野からレアンドロ・ダミアンを落として脇坂、家永脇坂だ、鮮やかな連携、ペナルティーエリアを攻略、川崎フロン